皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もデルタルーンチャプター2遊んでいきましょう。さあ前回は客間から脱出してこのメインホールにやってきた一行で、今回ねこっちに行きます。行ってないところがこっちだけ。これはモナリザのパチモン、あんたらのルームユニットからの脱走を確認しました。私の豪邸を見物したくなったので、それはしょうがない。そこに飾られている美しい芸術作品からは目が離せません。てめえのくだらねえとかマジでどうでもいいぜ。の、今のは絵のご紹介ではありません。警告よ。これ敵か。ああ、よくわかんない。解放者？そっち無理だろう。どうやってもあれいけんだろう。となったらば、こっち。左のこれは？なんか、きらめいてる。何？スイッチ。じゃーい。と、宝箱。リザレクトミント。よし。これ倉庫ね。これで、右上かな？いいね。笑ってるわ。ここで、こうだ。これは？どう？ますます私の館が気に入ったでしょう。ただし、この館ではルールに従ってもらいます。1、靴を拭いてから上がること。2、エンジョイすること。3、壺を大切に。4、エンジョイすること。5、重複エラー。壺を大切に。これ？ちょっと。何もしてないよ。パレットラー。よし。まず、一匹ね。これは知らない。こうか。んで、叩く。よし。これどうなの？壊しちゃった。修復はできない。壺に触れないように、こうね。ちょっと。これ、いや、こんなの無理だよ。無理、絶対無理だよ、こんなの。壺が上から落っこってきた。一番上のこいつね。これなんか強そうじゃない？となったらば、雑魚いやつ。よし。上から来る。いや、俺、避けたら、ガクソ。もう、色相とサイドを調節している。いいね。フォトショップだ。これで、回復かな。この次。これだけだったらば、まだね、やりやすい。くたびれ。防御の回復かな。数字。あ、だら、叩きゃよかったな。すいません。普通ミスった、今。判断ミスだ。二人叩いて、よし。どう？もう一発？そこの真横ね。真横これきついわ。よし。さて、次は。これも敵だろう？ 1。ナンバーか。タスク。で、2番。これね、ティンバリータスク、ティンバリー3番、タタス4番、タクス紛らわしいな。で5番がない。
約束の時間通りね。これ誰？整理整頓する。はいはい、お利口ね。では最初の質問です。あいうえお順、ちょっと待って。しかもあれか、ナンバーじゃないんだ。1234、タスクなんだっけ、ティンバリンとタタス、タスク、あいうえお順、一番最初タスクかな。え、上じゃないの？嘘、すいません。せめて番号でね、なんか1234とかだったらいいんだけど。うーわ、なんかやべえの来ると思ったもん今。あ、しかも遅くなるこれ。うわ、強い。こいつはなかなか強いな。回復。で、爆裂ね。あ、すいません。遅くなったのあれ自分のせいだ。ボタン押したからだ。はい、はい、はい。うーわ、これ。いや、あれは無理だよ。無理じゃないけど、非常に避けにくい。どうしようかな。クリス、回復ね。どうだ、こいつなかなかナイフ多くない？よし。よし。残り23。よしよし。これで、一応見とこうね。空っぽ。タスクと、タタスとタクス？タスクじゃない？立ちつてと、だよね。待って、上何と、ストップ。こっちはこれ2階か。2階行けちゃう。ちょい待ってね、先こっちかな。でこう止めて、うーわ、はい。で、あたた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 、じゃあクソ、結構いい感じだった。で、止めて。だから、そうそう、横の判定がさ。よし。いやー、そこ、だから横の判定よ。止めんだろ？で、横見て、そう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 。よし。これで？こっちは？なんだっつんだ？ 2 階は？俺はハッカーだ。この部屋に秘密の爆弾がある気がする。本当に？どこかにある。で、これはチェーンメール。これ強そうね。チェーンメール。どうすかな？ライトブレス。これかな？心を奪われるほど見事な操作技術だ。これかな？カップ。いや、違うのか。バックドア、どっかにある。待ってね。なんか、ヒントは？多分これはその、深淵のルートなのかな？どれか違うとか。ちょい待ってね。いや、パッと見、全部一緒かな？宝箱。空っぽね。いや、わからんな。今んとこわかんない。多分、現段階では、無理？一旦そうね。上行こうか。さあ、これで2階です。で、
これなんだろうな。あ、待て。これ何？これダメージ？これ触れちゃダメか、逆に。よし。これ魔法ってできたっけ？できないか。まあいいか。俺だ、ハッカーだ。まだ誰にも気づかれていないが、確かに俺だ。どういうこと？東の宝の廊下は地下階に通じている1階だ。そこまで足を運んでもらえればコードのハッキングを手伝ってやる。ただバックドアは？で、ここはディナーパーティーセクション A、 つまり B もある。で、自由に食べていいと。これ何？これカーソル？カーソルね。この人、会場にいる全員に自分はハッカーだって言って回ってる。知ったところでどうすればいい？僕にはわからない。確かにだ。困ったな。エラーが発生した。これはチェックボックス。こいつのこの顔面、これなんだろう？と、マウスね。あ、こいつだ。ポイン。ポインはせっせと出世しているよ。私はマウスエミリアン。他のマウスたちとは 1.5 線を画するものだ。未だに私を超えるものといったらポインぐらいのものだ。これ髪の毛ね。これはかまで、いやー、まあ、鍵これよし。今の見えた。で、さらに絵画像ね。そこにあれか。セイブ。んで、これゴールかな。厨房にネズミが発生したため、この部屋を封鎖します。ここね、これを、こうだ。よし。からの、こっちの、こっかな？よし。んで、こっちに行ける。ちょい待ってね。これ1階ね。1階への近道。これはショートカット。うーわ、五択。見えた。これね。よしよし。んで、一旦セーブかな。こっから、ちょい待ってね。もう一回行ってみる？さっきのほら、方向。いや、ここにいてんだな。あー、ちょっと数字がめっちゃ終わってんだけど。増えてない？大丈夫かな？めっちゃ割ってる音すんだけど。はい。んで、こっち？ここね。どうかな？ハッカーね、そう。バックドア。ここで、あれ使う？なんだっけ？これね、キー作成機。ただ、使えないか。ここのどっかにある。これなんだろう。この段階でいけんの？まあ、とりあえず、上行こっか。一旦戻ってからの上に行く。さあ、こっから、こっちだ。ここだ。これは？これ厨房かな？何してんの？でれれ、出た？あ、そっか、ネズミか。しかもこいつら、カツラをかぶってない。熱っ。ここにいれば、ネズミにやられずに済みます。それ、コンロだろ。コンロで足が熱っ。焦げそうですけど。と、黄色い子。わわ、ああ、厨房にネズミが。やっぱりチーズは、あの路地に全部きちんと捨ててくるべきでした。どんなやつ？
いや、普通じゃない？あ、ただ、合体した？なんだ？これは？マウスホイール。分析、トラップ、トラップ。Y を押して捕まえろ。無理だよ、そんなの。捕まえた？いやあ、なるほど。あの、奇跡を追ってくるのか。なるほどね。Y を押して、よし。16。もうちょい欲しいね。うわ、で、さらにこういうの来るんだろう。邪魔してくんだろう。トラップ。いやー、ちょっと今ずれたな。あったら30、よし。もうちょい取っときたかった。そう、やっぱ、マウスはね、無線じゃないや。有線に限るわ。ね、残り、約40。トラップ。ここら辺？どう？あと1回かな。いや、それが、分裂はマジきつい。まあ、ただ、弱いか。さあ、多分最後。おし。ごそっといった。これで？やったぞ。助かりました。東のダイニングホールへの扉を開けておきますね。これで、あっちね。売り方がわからない。焼けるぞ。で、客が来るんだ。盛大なパーティー、準備をしている。そこね、パパッと行きたいよね。よし。で、こっちだ。これ何？これはその、ダイニングルーム。広すぎんだろ。鍵かかってんな。てか、この部屋、やたら広いだけで、なんもねえけど。ウェルカム。豪華絢爛、晩餐会で、ボロ儲けの時間よ。絶品料理の皿のうち、たった一つに鍵が隠れています。鍵探し、中毒性の高い運ゲー。はあ？この皿全部調べるとか、無理ゲーだろ。ただ、やるっきゃない？どっかに鍵がある。エラー、鍵捜索結果、ノットファウンド。もしかして、諦める？また入れ替わった。三つで。クリス、違うことやってみた方がよくねえか。違うこと。違うこと。あ、なんだ。ちょ待ってね。明らかになんか、生えてたよな。これね。おい、このテーブルの下に何かあるぞ。が、逃げんな、こら。これあの、アンダーテールのワンちゃんじゃない？わ、ちょ。これで、なるほど。荒らしていくんだ。扉に当たっていく、それか、よし、あった。あ、鍵だ。よし、これで。え、壊れた？どうすんのこれ。はは、やべえ、すげえ楽しかったな。いろいろ壊しちゃったのはどうかと思うけど。行こう、クリス。もうすぐ3階だよ。こっちは？壺が見えた。こっちは？これ上ね。ちょっと待ってね。
多分これがショートカット。隠れていける。んで、これはちょっとこれ UFO か。んで、こうだ。よしと。まあ、これはちょっと、ご了承ね。これクイーンかな。いや、こっから登っていける。どうなってる？この青いやつ何？多分これクラウンじゃないの？やっぱり6。ちょい食らったな。でさらにコーヒー。ここどこ？いや、バードリークリス、スーザン、無事で何よりだ。さあ急ごう。スーザン誰か、スージーか。ここに屋上への隠し通路がある。ノエル女王、電撃的に速やかに救出しなくては。おう。行くぞクリス。いやクリス、君は、そう、君はその腰巾着と一緒にクイーンの気をそらすんだ。さあ行こうスージー、僕と二人きりで。はっはっは。へいへい。おや、こっちは。クリス、君は僕を腰巾着だと思ってる？もちろん、思うわけない。え、ってことは、クリスは僕のことを腰巾着以上だと思ってくれてるの？腰巾着以上ってなんだ？あ、ここもなんか、ちょっと待って、なんでセーブ地点消えたのこれ。嘘でしょ。なんだろうと思ったら、元来た道の引き返し防止に関する本がある。ここでちょっとセーブさせてよ。困ったな。 CD ベングル、いや、これどうすっかな。ちょっとセーブさせてくんね。何者かが不思議な煙の柱を生み出している動画だ。煙がすごすぎて、それが誰なのかわからない。本日の晩餐会の要件はこちらの映像です。泉の誕生というタイトルだとか。なんと優美だ。これ結構重要なんじゃないの。ここ最近クイーン様はこの動画に大きな関心をしていらっしゃいます。騎士が自らの手で泉を生み出す瞬間を捉えたものです。なおクイーン様はクリクリ TV ホームビデオの録画映像もお気に入りです。騎士は泉を生み出した。それはつまりこの世界を生み出したということです。そう考えると騎士はクイーン様よりも強大な力を持っているのかもしれません。騎士ないとか。いやー、このセーブな、これミスったな。セーブな、これ何これ、なんでこれ。三駅の湖？ああ、無料プールね。大丈夫。そのうち家族みたいに愛しくなってくるわ。どうしてこんなものが。三駅。この館の動力源&飲むと愉快になる。それじゃ、バイバイ、ははは。どうやって渡れば。これじゃない？あはは、うん。これに乗れば渡れるね。ちょい待ってな。あ、こっから、もう、これも、返さんぞと。そこのお家何？ゲスト用のビラ。カリウム？バナナ？取っちゃった。
いや、ほんと緩いな。この、ね、ピコーンっていう、これなんだろう。全部青くする？これはストップかな？ストップ潰れちゃった。手をどかすのか。ちょっと、セーブしたいな。くそ、さっきんとこな。あれミスったな。んで、どうなってる？待ってね。そこ敵ね。ただ、なんかありそうじゃない？ケーブルヒロ。回復だな、問題は。ちょっと溜めて。あー、くそー！かすった。くー。よし。んで、これでしっかり溜めれば、回復できる。よし。回復。ほんで、宝箱。ただこうしちゃうといけないか。なるほど。赤。そっちも赤か。つまり。これで、右ね。んで、こう行って、こっから右行けんだよな。くぅ。こっから、うわ、なんか変ないるし。困ったな。これで、どうすんの？逃げ出す？これで？こっちに行ける。ってのに、壺が出てきた。壺？壺？ああ、もうこうなるよな。ただ今回は多めに見る。ありがとう。え、なんだったの？こっちは。さて、こっからね。これで、そう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 。こうした上で、で、戻っていく。これで、ほいさ。こうだ。よーし。多分、ゴール。違うね。ここでまたこういうの来る。ネズミ？これは、これどうなってんだ？なんで上に行った？多分、阿弥陀くじ。もう一回。あ、ですね。で、白いとこ。これ待ってね。まあ、とりあえず、ここら辺は、どう？と、これで、これどうなる？あ、よし。いいんじゃない？橋が上がろうとました。よーし。さ、サクッと解いて、セーブが欲しい。もう一個来たぞ、おい。パーン。あ、これでなくなったんだ。よーし。あの、セーブが消えるのは多分バグかな。なんだろうね。今んとこ一回もなかった。あんなの。初めて。これがゆっくりなんだ。まあ、ゆっくり。僕ね、思うんだ。クリスと二人きりで過ごすのっていいなって。変かな？変。自分もだよ。そう言ってもらえて嬉しいよ。クリスたちに初めて会った時、第一印象で嫌われないかすごく心配だった。顔も隠してみんなに見えないようにしてた。僕、友達になってもらうにはどうしたらいいんだろうって考えて、きっと親切にすればいいんだって思ったんだ。
でもね、今少し違うことを思ってる。友達ってそれだけじゃないよね。スージは時々全然親切じゃない。自分勝手だし失礼だし嫌味ばっかり言う。でもスージってそんなスージだから素敵なんだよね。今日そんな風に思い直したよ。もちろんクリスもそんなクリスだからいいなって。そんなラルセだからいい。え?そんなこと言われたの初めてだよ。僕、何もかも初めてのことばかりだけど、クリスにそんな風に言ってもらうのはすごく特別だよ。はは。は、僕っぽいこと、ラルセ的ってどんなことなのかな。あ、ごめん、どうでもいい話だよね。今このボートのアトラクションを楽しもう。見てクリス、お家はこんなにたくさん。色を変えてみたらどうなるかな。ああ、虫けらずよ。世の現れることを二度となしと思ったんだったら残念でした。